ための健康づくりプラスワン。島根県では健康長寿日本一を目指して、今より一つでも多く健康づくりに取り組むプラスワン活動を推進しています。家庭で、職場で、地域で、無理なくできるプラスワンに取り組んでみませんか？今回は運動について、地域での活動や実演を紹介します。健康で安心して住める花栗振興会の皆さんが取り組んでいるのは、飯南町長生き体操です。この体操はかつて山陰地区で最高齢だった方が行っていた体操をもとに、飯南町オリジナルで作ったことが始まりです。そこに他の地区での先進的な要素を取り入れ、いつでもどこでも誰でもできる体操となりました。体に合った重りをつけて、季節の童謡に合わせて歌いながら行う体操です。この回の経緯などを事務局の本間さんに伺いました。花栗地区の健康活動、健康づくり活動は平成2年から始まりました。自分たちの地域のことは自分たちでというようなことをモットーに、健康で安心して住める花栗振興会が発足いたしました。以前から取り組んできた健康づくり活動、その効果を検証するためにアンケートを取って、その結果で基本目標としてまめな花栗日計画を作りました。その取り組みを評価するための指標を設けました。8つ設けました。その中で、自分は健康であると思う人を増やす、大声で笑える場を増やそうというようなことで、さまざまな場で楽しく笑えるような工夫もしてきております。心身ともに3つの出す。飯南町長生き体操は、現在50カ所ほどの通いの場でおよそ500人が行っています。各会場で工夫が加えられ、花栗地区では口のマッサージが取り入れられています。人はですね、1年に 1% ぐらい筋肉量が減ってるそうです。そんなところでやっぱりそれを維持したりとか増加するためには、やっぱり体を動かしていこうというようなことで、飯南町長生き体操に出会いまして、今4年間続けております。もっとたくさんの人に長生き体操を広げたいと思っております。それと、その体操を通じて助ける関係性とかつながりをより深めていきたいと思っております。家で一人おるよりも出て、体操もだけどおしゃべりも良かったです。いいですね。一人じゃできんですよ。だから健康になりますよ。体が軽くなった感じ。働き盛り世代の健康づくりを島根県では推進しています。従業員の健康づくりに積極的に取り組んでいる長岡塗装店を紹介します。創業84年になります。松江市で建築塗装、公共塗装ですね、橋の塗装とかを行っております。当社が健康経営とかに関心を持ちましたのは、やはり現場で働く作業員を抱えておりますと、社員の健康が大切なポイントであるということを感じまして、会社を辞めずに健康で働いてくれる人だらけになるような、そういう会社を目指してやってまいりました。長岡塗装店では、年に1回の健康診断以外に特殊健康診断を4種類ほど行っています。年間に延べ10回の健康診断を受ける社員もいます。それに加えて、がん検診をすべて会社負担で行っています。
社員が健康で長く働いてもらうためには社員のみならずその人の家族とか周りの人たちの健康を考え安心して働ける環境を作ることが必要だと思いました。ですので例えばインフルエンザの予防接種も社員のみならず同居の家族は会社が全額負担で、接種をしています。じゃあお疲れ様です。体のケアについてどういうふうにこう向き合っていきたいかっていうのをグループごとで従業員の健康管理の中で取り組み始めたのが仕事上の環境要因の分析です。専任の作業療法士のモニタリングのもと従業員とともにワークショップなどを通じて問題を発見解決していきます。今日はまずはみんなで取り組めるものから提案していただきますので、この肘関節っていうのは曲げたり伸ばしたりする時の負荷には強いです。ですけども吹き付け作業の時には人体に負荷がかかりやすいんですよね。こういった前腕の筋肉が、機能よく働くことによって負荷を減らせます。肩幅ぐらいに今回の提案は塗装業の仕事を分析した上で実施する職業病予防の体操です。仕事で痛めやすい筋肉や関節に対して効果的で簡単な運動プログラムを行うことで生産性向上を図ります。バランスが整うことによって体の負荷が減りますので社員からの声を拾い上げ会社内でお互いに健康管理を進める取り組みが注目されています。続いて紹介するのは子どもから高齢者まで地域住民が参加できる活動が特徴の江津市後市地区健康づくり推進会です。推進会の副会長ボンコバラさんに説明していただきました。平成27年からですね、皆さんの健康とですね出会いの場を作れればということで始めました。今だいたい会員が25、6名参加しておられます。体操の開始からおよそ5年が経過し地域の意見を取り入れ改良された江津市版が昨年の12月から始まりました。新しく準備運動や整理運動の中でストレッチ要素を取り入れたことや映像を見ることで運動の仕方が分かりやすくどこに効いているのか理解して取り組めるようになりました。新しくゴーツバージョンとして体操が変わりました。以前よりも詳しく説明がされておりまして非常に皆さんもいいという評価もいただいておるところでございます。効果としてですね、お話を聞くと肩こりがなくなったとか階段の上り下りがスムーズになってきたよということもお聞きしております。おはようございます。左と右の脳をバランスよく使って体操の後に地域の介護福祉士がボランティアで講座を実施しています。指導する森口さんは参加者へいろいろな話題を提供しリラックスさせた後に筋を伸ばす体操を行います。バタフライ1、2、ここに重りがなんかあるつもりで1、しっかり後ろに回して2、それじゃあ頑張って両足上げましょう。巧みな話術に気持ちも体も和みます。1、2、3、こけそうになったらすぐ手を出しましょうね。顔を打たない。最後にボンコバラさんにその他の取り組みを伺いました。鳩市に住んで、よかったなと思えるまちづくりを目指してですね、始めた会でございます。自然に親しむ会は子どもさん中心に行っておりまして、後一の野草を取って食するという会でございます。もう一つはですね、本若カフェ、これは認知症の方を対象にですねお集まりをいただいて介護されている方も認知症の方も一緒にですねここでお茶を飲みながらお話をするという会でございます。ここで健康運動指導士の三原末子さんから気軽にできるストレッチや軽い筋トレを実演していただきます。ご覧の皆さんも
無理のない範囲で動かしましょう。それでは手軽にできるストレッチと筋トレを行いましょう。まずはじめに呼吸筋と腹筋、背筋のトレーニングを行います。呼吸筋、腹筋、背筋のストレッチです。息を吸って胸を広げます。吐きながら背中を丸めてお腹を縮み、手の甲をつけます。吸って肩を後ろ、肩甲骨をぐーっと縮めます。背筋です。吐いてお腹、腹筋です。もう一度吐いて吸って、肘を寄せて吐いて終わります。続いては股関節を伸ばすトレーニングを行います。両手で足の内側を広げるようにします。吐きながら肩を入れて、肩こりとか腰痛に効果があるように少しずつひねりを入れます。5秒ぐらいぐーっと押したらゆっくりと戻ります。反対側も同様に手のひらで足の内側を押して股関節を広げます。息を吸って吐きながら肩を中に入れて脇腹まで伸ばします。はい、 OK です。続いてはもも裏を鍛えるトレーニングを行います。じゃあ膝痛予防のためのもも裏を鍛えるストレッチ、トレーニングを行います。じゃあ椅子に軽く手を置いて姿勢をまっすぐ、そしてお尻をちょっと締めながら足を、片足を膝から下へ折ります。折ったら5秒ぐらい1、2、3、4、5下ろして1、2、3、4、5。注意点として膝が前に出すぎないように、このように少し引いて体はまっすぐ、お尻を締めてももの後ろに効くようにかかとを上げて1、2、3、4、5秒上げて下ろして、またもう一度繰り返します。これを3回から5回ぐらい行ってみましょう。それでは最後に肩甲骨を動かすタオルストレッチを行います。タオルを使います。両手を持ってタオルの端っこをしっかりと取ります。そのまま息を吸って上へ上がって、吐いて後ろ、吸って後ろ、それから上から両肘を曲げないで、そのまま脇腹を伸ばすように横へ、吸って反対へ、吸って吐いて、吸って吐いて、で吐いて下ろします。自分に合った運動を毎日することで筋力アップにつながります。皆さんも春になってすぐに動き出せる筋力としなやかな体づくりを今から心がけましょう。島根の健康づくりプラスワンは、今の生活に何か一つ健康づくりを加えることで健康意識を高め、生活習慣の改善につなげる取り組みです。プラスワン活動で健康な生活を目指しましょう。